しんどいけど。じゃあ雪乃さん、寒い中、はい、悪いけど、なんか言って。はい、改めまして、プロダクションディライト所属の中学3年生14歳の新田雪乃です。そうですね、まあ、そうなんですよ、聞いてください。先月の11月2日にアイドル始めて1年が経ちました。あっという間なんですけど、最初ね、会った時は、多分島根くんさんと会った時はあれですよね、島根ですよね、うん、で会って、そう、最初はめっちゃ、そう、島根行くのも初めてでめっちゃ緊張しとったけど、みんな優しくてライブも楽しくて、でディライトに入った時もののはちゃんとかななみちゃんとかもみんな優しくて教えてくれて、まあ、1年って本当にあっという間だなって思いました。でもう、そう、来月には周年もあるし、これからもアイドルね、頑張っていこう、いけたらなって思います。寒い、ちょっとやばいんですけど、冬にこんな服着るあれじゃないですよね。ちょっと自分狂ってますね。寒いね。寒いです、めっちゃ寒い。こんな時にあの暖かいのがあったら、寒いね。寒い。なんか寒さ吹き飛ぶ方法ないんですかね。寒さ吹き飛ぶ方法。寒い。あ、キリグさん前髪切ったんですよ。おお。わかりますか。なるほど。ちょっと切りました。ちょっとだけどね。寒い。マネージャー2分経ちました。マネージャー。マネージャー。マネージャー。ちょっと耳が遠いですね。耳が遠いですね。いいのかな。もうちょっとかな。あ、着きました。終わりました。はい。終わりました。終わりました。じゃあ終わりましただそうです。はい。ありがとうございました。